強力な癒しスポットっていうふうにも思います。でもスルーできない。ザ・キング・オブ・お散歩エリア、それが屋根線だと思います。こんにちは、無職旅です。2021年3月11日東京の地下鉄の東大前駅に来ています。といっても東大に用事があるわけではなくて、今日もあれです、屋根線の散歩に来たのです。前回前々回となんか中途半端な感じになっちゃいましたので、今日こそは全体をちゃんと散歩できるように頑張ります。僕が知ってる唯一の予備知識は、屋根線の散歩は根津神社からスタートするといいぞということなんですが、過去2回の散歩はなんか油断していたということもあって、スタート地点にたどり着く前に散歩を終えなくてはいけなかったと、そういう感じだったんですけど、今日はその反省を踏まえて序盤から積極的に根津神社を目指しています。ただなんとなくで歩いてきちゃってるから、道が合ってるかどうかはわからない。緑が増えてそれっぽい光景が見えてきました。多分道合ってると思います。鳥居がありました。間違いないですね。わー、静かでひっそりしててとてもいい雰囲気です。っていうかいい場所です。これはまず最初に訪れるべきっていうのも納得ですね。こちらも実に素晴らしい。建物も立派なんですけど、お庭全体のバランスとして木とか道とか門とか、ザ日本っていう感じがします。いつも通りお賽銭は五円玉です。いろいろうまくいきますようにとお願いしました。カメラを回してないところでも10分ぐらいのんびり散歩してみたんですけど、すごく心が落ち着いてきました。なんていうか強力な癒しスポットっていうふうにも思います。地図がありました。僕は西口だから裏側から入場したようです。でお参りして今ここにいるので、今度は表のところに行ってみます。珍しい感じがします。この門の中にいるのって雷神風神様が多いような気がするんですけど、どなたでしょうか。弓と矢を持っています。さぞや名のある武人とお見受け申しますが、そんな感じの根津神社を出てきまして、こちらが表参道らしいんですけど、なるほどと、ここから散歩を始めるといい理由がうすら分かってきました。いい感じの雰囲気のお店が並んでいます。猫屋工業さん。その後はお店エリアではないんですけど、ただこの道とか建物とかすごく落ち着きます。まだね、癒しスポットな感じが続いてる気がします、僕の中で。あ、すごいな、こちらのお宅もあの部分なんて呼んでいいのかわからないんですけど、とっても味わい深いです。ああ、この角度からもすごく味わい深いです。いつの建物ですかね、江戸時代とかなんじゃないでしょうか。お米屋さん。建物も内装も新しいですけど、あの看板すごく歴史感じるし、きっと老舗なんだと思います。なんだろう、虎の皮はカバン屋さんなのかな。気になるお店たくさんなんですけど、前回の反省を生かして序盤はね立ち寄らずに心を鬼にして先に進もうと思います。で前回地下鉄駅に入ったところに戻ってみようと思います。前回の続き的な感じで、ここは比較的大通りではあるんですけど、それでも地域性なのかな、なんか落ち着くんですよね。ああごめんなさい。行ったそばからアクシデント起きがち、無職旅あるあるでございます。前回の散歩の終了地点の根津駅の入り口のところまで来ました。ちなみに今日の散歩のスタート地点がなんで根津駅じゃなかったかというと、東大前駅の方が若干根津神社に近いと思ったからです。大通りもいいんですけど、一本中に入ったらもっと雰囲気良くなりそうな気がするので行ってみます。前回ねちらっとこっちの方を見た時とてもいい雰囲気っぽかったので、吉野家の角を曲がって路地に入りますか。うん、いいです。予想通りお惣菜屋さんがあります。あれ
この角度で見るとね、お店閉まってるようにあんまり活気ないように最初感じちゃったんですけど、そんなこと全然ないですね。八百屋さんも、わ、内装すごい綺麗、おしゃれで、定食屋さん、居酒屋さんがあって、こちらは何だろう、何だろう、改装中ですね。あ、でもたわし屋さんがあって、あれ、これすごい有名なお店じゃないですか。どうしよう、ここ寄ったらまた散歩の時間なくなっちゃうかもだけど、でもスルーできない。僕も亀飼ってるし、たわしも生活に必要だし、ですごく興味深い。残念ながら店内の撮影は事前申請が必要とのことでしたので、併設されているカフェでお茶だけしていきます。というか、もう買い物したりいろいろお話聞いたりはしたんですけど、収録がここだけということです。どうやって食べたらいいのかなというか、まあ、別にこの食べ方で合ってるとは思うんですけど、ちょっと忍びない気持ちがあるなと思いました。あ、でも味はとっても美味しいです。パンふっくらしててほんのり甘くて、でコーヒーもとてもコクがあって美味しくて、あとカップに亀のイラスト書いてあるところもすごくいいなと思います。お皿も亀の絵柄なのに気づきました。とても可愛いです。お店全体として素晴らしいですね。ほんのりヒーリングな音楽かかってて、今日は出だしからずっといろいろなことに癒されてるような気がします。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。で、こちらのお店、本質的にはたわし屋さんですので、いろいろお話聞いて僕もいくつか買い物しました。機能的にもすごくいいみたいなので、帰って使うのが楽しみです。そんな感じの亀の子たわしさんでした。ありがとうございます。たわしの話もすごく興味深くて、とっても素晴らしいお店でした。なのでお店の撮影できなかったのはもちろん残念ではあるんですけど、この散歩の全体のこと考えたら逆にラッキーだったのかもしれないです。もし撮影できてたら夢中になってて、これで散歩の時間また終わっちゃってたかもしれないです。昔ながらの雑貨屋さん、屋根線って一口に言っちゃってましたけど、ここら辺また雰囲気が独特ですね。なんかレトロで落ち着きます。というところに、これは何屋さんだろう、おしゃれなキッチンカーとか広場があります。これは味噌屋さんですね。なんか僕も散歩のたびに言うことが変わっちゃって、ちょっと恐縮な部分あるんですけど、でも今日も本当に楽しいんで、最大級の言葉で褒めたくなっちゃってます。ザ・キング・オブ・お散歩エリア、それが屋根線だと思います。今おやつ食べたばかりなので、さすがに連チャンはしませんが、ねえ、寄りたくなるような甘味どころもありますし、大通りに戻ってきましたね。こっちもいいでしょ、裏も良かったけど、だから多分ね、町の持ってるポテンシャルが全然違うってことだと思います。散歩が楽しくなるように仕上げられてるんじゃないかと、なんて言ってるそばからこれですからね。今日お休みですけど、熱のたい焼き屋さんがあって、でこっち おせんべい屋さんでしょ。なんだこの素晴らしさは。のんびり散歩しておやつ食べて、それで、なんだなんだ、気に入ったお店に立ち寄ってリラックスしたり買い物したりとか、そういうことをしてくださいって言わんばかりの構造ですよね。ほらね、100円ショップ Q ちゃんとかね、寄ったことないから、だからきっと何か掘り出し物があるんじゃないかとかね、そういう期待を抱かざるを得ないし、あー、で餃子屋さんがあってカフェあるでしょ。そして生パスタの店、洋食まであるとは。将棋に例えるなら豊島二冠みたいな感じですよね。序盤中盤終盤、隙がなくて強いです。さらに小技も効いちゃう感じもありますね。あんな風にカレー屋さんがあったりとか、散歩に来るのもいいですし、実際僕も楽しんでるわけですけど、なんかね、もっとお近づきになりたい、住みたい、そんな気持ちになっちゃいます。掲示板の表記が千駄木になりました。また大通りに戻ってきました。果物屋さん、八百屋さんかな、スーパーマーケットですね。
いろいろと趣があるいい感じのお店が並んでます。で、なんだあれは、パンって書いてある。すごく気になるんですけど、さっきパン食べたしスルーします。もう、いやー木の、いやーこれはやばいな。これはパンよりもさらに強く心を惹かれているけど、我慢です。我慢して先に進みます。屋根線を散歩する上でのポイントは取捨選択、いや違うな、我慢ですね。おそらく普通の散歩って何かいいお店とか楽しいところあるといいなって、そんなこと考えながら歩きますけど、わーテリーさん、このエリアはそういういいお店あるのはもう確実です。しかもそういうお店が序盤に簡単に見つかっちゃったりするんですよ。いや序盤に限らないな、ほらまた、わー素晴らしいおせんべい屋さん。なのであらかじめ予習しておいて、目的のお店しっかり決めてそこに直行するか、あるいは心を鬼にして数々の目に入る素敵なお店をスルーするか、そういう工夫がないと散歩成立しないです。ほらね、そこもコインランドリーあるからもしかしてと思ったら、やっぱりお風呂だ、岩盤浴もある、酸素カプセルもある。僕普段 YouTuber として活動してると、ネタが枯渇すること結構恐れてるんですよね。でもそういうのと全く逆の気持ちが思い浮かんできます。東京散歩どころかこの屋根線散歩だけでも絶対ネタ枯渇しないですね。むしろいつ紹介し終わるんだろうと、そういう心配が思い浮かんできます。でこのすごい建物、なんと幼稚園小学校だそうです。これだってね、取材したいですよ。なんでこんなかっこいい作りなのか、なんかね興奮が高まりすぎてて、ちょっとクールダウン入れなきゃっていう、そういう気持ちになってます。あちょうどいい、お寺を見ながら静かな道を歩いて気持ちを落ち着けましょう。あ、公園じゃない、学校か、でけえ。違う、学校じゃなかった、防災広場初音の森だそうです。初音って読み方じゃなかったらちょっと恥ずかしい。 いい公園ですね。隣は公民館かな。で、あの階段がどこに続いているのかも気になります。登りたい地図です。そう、しばらく適当に歩いてたんで現在地どこかわからないんですが、ここですね。おー、あー、すぐそこ谷中銀座じゃないですか。あー、はいはいはい、この前メインストリートからこっち来て、この岡倉天心記念公園でどら焼き食べましたけど、そのちょっと先ですね。やばいな、階段登ってる場合じゃないな。5分ぐらい考えて方針を決めました。まず現在地がここで、階段登っていくとおそらく谷中霊園に着くので、まあ、それはパスします。で、こっちに行くと谷中銀座があるんですけど、それもパスします。今日別の場所で用事がありまして、だいぶ余裕を持って家を出てきたんですけど、それでもね、これから谷中銀座行ったら絶対間に合わなくなっちゃう。楽しいこと分かってますから。なので、この道をこっちに進んで千駄木の地下鉄の駅まで行って終わりにしようと思います。というわけでこっちに進みます。ただしこっちもまたね、魅力的なエリアであることは間違いないですから、あまり夢中になりすぎないように気をつけないとです。古書のお店、ファー、文豪が愛しそうな小さな公園の脇に、何でしょう、三島地蔵尊由来だそうです。決して広くはないんですけど素敵なお庭です。縁台があって植物があって和風昭和って感じがします。ああ、駄菓子屋さん、ああ、これはあれじゃない、この前谷中銀座歩いた後にちょっと歩いた通りの延長のとこですね。ふわー大福美味しそうだな、まんじゅうか。夜店通りって言うんですね。予定を変更しました。やっぱり千駄木の駅じゃなくて、このまま歩いて西日暮里の駅まで行きます。谷中コーヒー、さっき亀の子たわしさんでいただいたコーヒー、確か谷中コーヒーさんだったと思います。ああ、谷中銀座行きて、超行きてえけど、もう今日は時間ない。よもぎ蒸し、こちらはパン屋さんかな。
もうなんかストライクゾーンど真ん中すぎることがずっと続いていたので、褒め言葉とか感動の言葉が枯渇してきたところがあります。なので序盤中盤に比べるとちょっと僕口数少なくなってる部分あると思うんですけど、そういうことです。ここで夜店通り終わりですね。大通りに出て右にしばらく進むと西日暮里駅があるはずです。そんな感じで3回あるいは4回に分けて屋根線散歩をお届けしましたが、当然これで終わりではありません。だってね、だっていいとこで立ち寄らなかったとことか見つけられなかったところとかいっぱいありますから、絶対また来ます。西日暮里駅到着です。そんな感じの屋根線散歩でした。次回もよろしくお願いします。ではでは。